ヘンリー・ハドソン橋はニューヨーク市のスパイテンダイビル側に架かる厚生アーチ有料橋である。マンハッタン区、インウッドとブロンクス区、スパイテンダイビルを結んでおり、ヘンリー・ハドソンパークウェイが橋上を走っている。マンハッタン側ではこのパークウェイはインウッド、ヒルパーク内を通過する。商用車はこの橋の通行を認められていない。建設中の橋きに見た橋の下部この橋は、 デビッド・スタインマンによって、コロンビア大学における1911年の土木工学の博士論文中で設計された。その名前は、ヘンリー・ハドソンが1609年にハーブ・ミーン号によって、周辺の水域を航海しこの橋付近に停泊したことを記念して名付けられた。1936年の開業時、この橋は、世界最長のバンケタアーチ橋及び固定アーチ橋であった。 この橋の道路は2層構造になっており、上層3車線、下層4車線の計7車線と歩道、自転車道が走っている。塩海橋、スパイテンダイビル川上にかかり、この橋のすぐ西はハドソン川との合流地点である。この道路橋はヘンリー・ハドソンパークウェイの一部であり、ニューヨーク州道旧英号線に指定されている。この橋の西には、スパイ,テンダイビル橋が、 水上コフィー,イートにかかっており、その橋上をオールバニなど、アップステートの都市に向かうアムトラックの列車が走っている。ブロンクス川の橋のふもとには、メトロノース鉄道のスパイテンダイビル駅がある。ボートから、西のハドソン川とニュージャージー州パリセーズを望む。この場所に橋を架ける計画は早くとも1906年に提案されていたが、スパイテンダイビルの住人を呼びたの市民団体は、 インウッド、ヒルパークの諸女林が破壊されること及び、ブロンクス川にもマンハッタンからの車による渋滞がもたらされる懸念から建設に反対していた。その一方で、ロバート・モーゼスはハドソン川沿いに橋を建設する方が良いと考えていた。その方が、パークウェイの建設のための土地買収費用がかからず、また建設のために国の労働力を使うことができたためである。 この橋の建設によって、リバーデールの発展がもたらされた。ヘンリー・ハドソン・パークウェイ・オーソリティの発注で、当初の単層の橋桁構造が、アメリカン・ブリッジ・カンパニーによって494万9千ドルで建設され、1936年12月12日に開業した。上層の道路は後に設計され追加工事が行われ、1938年5月7日に、 開業した。追加工事の費用はおよそ200万ドルで、通行費用の値上げによってまかなわれた。2012年の都市平均通行量は63,434台。この橋の所有者は、ニューヨーク市で大都市圏交通公社の関連組織のまた、ブリッジストンネルスによって運営されている。改修プロジェクトが2000年に始まり、この橋の元々の設計者のロビンソン スタインマンの更新事務所である EN、スタインマン、ボイントン、グランクイストバードゾアルによって施行された。2010年1月、または料金所を廃止し、ノンストップの自動料金徴収システムの導入実験を行うと発表した。2011年1月20日、この実験プロジェクトが始まった。E ザパスを持たないドライバーは利用料金を郵送することができる。 この新しい料金システムは2012年11月12日より導入された。ありがとうございます。